はい。はい。まあ、なんか毎回同じ話題で申し訳ないんですけど。はいはい。まあ、TikTok からどんだけの人数このラジオ聞いてくれてるかわからんけど。はい。とりあえず、もう仮やで。今の時点で行ってないけど、うん、多分行くだろうっていうので。うん。はい、TikTok フォロワー1500人ありがとうございます。現在1493人ですけど。まだまだいんけ。あと7人。あと7人。うん、いや、昨日、今日で30人増えたからなんか知らんけど。一応なんか言っとこうと思って。このタイミングで。ってなわけで、うん、はい。いや、ねえ。でも最近さ、もう、暑いやん。はい。で、先週言ったかな、クーラー買いに変えて話で。うん。ああ、まあまあクーラーって、ああ、10万ぐらいすんねんな、とかいう話したと思うんすけど。はい。ついに、俺の部屋にも新しいクーラーが来まして。お。最新型って言っていいんかな。うん。なんすけど、これついつい嬉しくてずっとかけちゃうのさ。うん。俺は、あれ？世の中に反してる？喧嘩売ってることになるかな、これ。いいんじゃない？いいかな。クーラーでもどんぐらいつけるか難しいない？期間。暑い。家で、うん。いや、会社とかやったらさ、もうつけっぱでええやん。うん。けどさ、うん。自分の部屋ってじゃあ寝ますって時にどんぐらいか朝までかける？かけへんやろ。かけない。寝る前1時間ぐらいやろ？うん。多分。うん。でもさ、これ難しいんがさ、じゃあ寝ようと思ってクーラーつけます。はい。1時間経っても寝つけへんかった時さ、うん、クーラー止まるやん。またかける。うん、その時。もうそのままにする。来たかける。かける？お前贅沢やな。おいいとこの子やな。暑いやろ。暑いけど。いや、うん、あれベッド？布団？布団。山口、あ、そっか、山口か。はあ？山口ベッドって文化ないみたいな言ってたもん。あかん、あかん。それは言っちゃあかん。今一番あかんやつや。今あかんかな。今あかんやんな。今時期的あかんと思うで。いろんな意味で。いろんな意味であかんか。いや、だって。言ってんの、あなた。いや、最近山口、雑な山口いじりしてないなと思って。今のは、悪しかない。愛がなかったな。うん。山口行ったこと、あ、でも俺修学旅行で行ってるから。うん。あれ行ったよ、鍾乳洞。鍾乳洞。うん。うん。そうですとかね、今ね。あ、でも鍾乳洞とかさ、お前行くん？はいはい。あれ、遠足とか行ったりすんの？行かな、俺。ちょちょ、あの小学校の時とかさ、うん、行ってないやしょ、行ったことないや鍾乳洞。いや、旅行ではあるけど、観光とかであるけど。ああ、小学校で、ちょ、意外に、うん、自分の普段のとこ行かへんよな、遠足って。行かんね。だって俺も奈良の大仏見に行かされたもん。うん、小学生なんかもう大仏なんか見てもおもんないやん。おもんないな。 ただ唯一なんかこれも俺もう意味わからへんねんけど、うん、なんか木に柱に、うん、穴が開いてんねん。はいはいはい。この穴の大きさとまあまああるあるものの大きさと同じにしてるみたいねんけど、この、うん、あの木の穴、うん、大変やと思う。何が？あの木の柱、まあまああの大仏の大仏がおるとこ、大仏さんがおるところの部屋という、うん、空間に、なんか、うん、まあ柱が立ってんのよ。うん、で、一個柱を立てて、その柱に、うん、まあ、デカめの穴が開いてて、うんうん、この穴何と同じ大きさやと思う。何やろな。これもう、で、まあまあ、それをくぐり抜けたりすんねんけど、うん、それをくぐり抜けて写真撮るみたいなのが、まあ、なんやろ。うん。例えば、遠足行って写真貼り出されて買うか買わんかみたいなのあるやん。うん。
あれでもう、まあまあ言ったら定番みたいな感じなのよ。うん。何の穴かっつったらめっちゃしょうもないで。その、大仏の、うん。鼻の穴と一緒の大きさらしいね。うん。どうでもいいや。うん。どうでもいいや。うん。大人になってもどうでもいいわ、それっていう。うん。子供、テンション上がってたんかな、そういうので。鼻の穴や、言うてたんかな、っていう。うん。それで、喜ぶやつおんのっていう。ずっと思ってね。もうちょいチョイスなかった。開けるにして。っていうのが、まあ、ちょっと思い出されたけど。うん。はい。てなわけで、もう8月ですよ。言ってる間に。暑いですね。まだ7月、投稿は26とかそんなんですよ。から。はい。もう梅雨も明け、本格的に。でも台風があるからな、この時期。はい。で、いや、正直大阪って、まあ、あるけど、なんかよく見る、テレビで見る洪水とか。うん。は、そんなに、山口ってどうあるのなんかあるイメージなんか、そっちの広島とかそっちの方。ああ、うちはあんまないんちゃう。ないんや。うん。何船みたいなんで、あれ、移動せえへんねん。水没して。たまにある。そこまで、うちそこまでやって、やっぱ山口ってそんな災害、弱くないって。そんなない。うん。あ、でも、お前山田って言ってなかった。言ってなかった。山の方って言ってなかった。山口の。お前、それは、どこの関しても、多分山降るやろ。ごめん、全部山のイメージやねんけど、俺山口。おい。セットの中にあんねん。これは愛情じゃない。愛情なくじゃないよ。イメージやから。これは、悪しかない。いや、違う。いや、名前に引っ張られたわけでもないって、これは。なんか行った時、外外っていう行った時だってなんかもう、うん、山の中やったもん、ホテルみたいなもん。そこは多分そこは山間部やった話だって。そう。瀬戸内海ってうちらあんのよ。まあまあでかいよな。宿にさ、山しかないわさ。長野に謝れ。いや長野も山のイメージあるな。あ、岐阜とかも。あの辺りも山のイメージあるわ、確かに。だから、そういう、俺らは瀬戸内海あるから。いや、同じようなもんなんじゃない？いや、瀬戸内海ねえだろ、あっこ。あ、でもなんか、いや、あ、そっか、海あるのか。砂浜あるビーチ。あるわ。なんか、岩場海じゃないんや。砂浜ちゃんとあんねん、ビーチ。あるちゃんとしたあるわ、あるって。それは意外というか。いや、下関の瀬戸内海やから。うん、でも下関のイメージは確かに強いわ。うん。海だ、海あんだろ？うん、なんかアニメで舞台やって、下関は知ってる。名前出てこへん。名前出てこへんけど。知らんけど、うん。女の子4人がイチャイチャする系のアニメやった気がします。はい、てなわけで。おい、すみません、雑や、今の。ちゃうわ。ずっと下げていく今のあいつは。あかん。あかんの？今のあかん。まあ、でも、まあ、今回は、でも、まあ、企画もあるということで。知りませんけども。はい、うん。あるということで、はいはい、もうさっきパッと思いついただけやけど、はい。てなわけで、カニカマとチョアの虫第92回、やっていきましょう。はい。はい、はい。はい。てなわけで、まあ答えを合わせましょう。ということで。はい。まあ何するかというと、まあ、はい、問題に対して2人が答えて、まあ、その答えが同じであったら成功と。はい。いう感じで、そういうまあまあゲーム的な軽く。最近そういうのやってなかったから。はい。ほら、心理テストとかやったやん。言いますね。あんなふうな感じよ。まあ例えば、なんかな、
じゃあ、はい、木村拓哉の出てるドラマといえばみたいな。せーの、ヒーローみたいな。で、2作もヒーローって言ったら、まあまあ成功ということで。ちょっとこの辺で、やっぱり100回近くにもなってきたじゃないですか。はい。細々と続けてきて。はいはいはい。2人の思考がどれぐらい近いのかと。てか、合わせに行った結果合わせられるのかと。コンビネーションをちょっと確かめようじゃないか。コンビネーションってうちさんなくないか。だからこそや。俺らがこういうので俺らに足りひんものを、何？鍛える。もう答え分かっとけ今。うん。コンビネーションがないよ。つけていくね。はい。てなわけでやっていきましょう。はい。じゃあまあ第1問。はい。あ、これちょっとまあまあいけるかな。はい。いや無理。もう諦めんなよ。コンビネーションがどんなこと言いますよあなた。はい。M1 チャンピオンといえば一組。漫才の大会ね。ああ、なるほどね。オッケー、いけるわ。チャンピオン。でもこれ、サクが答えそうなことやろ。そうやで。うわ。どうやろ。ああ、知らんかな。あ、でもどっちやろ。どれやろ。あんまりお笑いの話せえへんやん。そうやね。お前は別にコントとか、俺結構みんな好きやからさ。うん。東京03とか、まあコントとかでもそれ、漫才あんま見えへんかな。確かに何やろ。もうでもそっか。ああそっか。合わせなかったな。合わせなかったな。ああ世代で攻めるか、もう分かりやすいベタなやつでいくかみたいな。あれやろ。ああ世代か。我ながらむずいな。もうこれや、やっぱこれしかないって。これや。うん、ちなみにこの今表示されてる画面は、サクさんには見てないって。はい、はい、じゃあ。今俺入力しました。しました？はい。はい、いきます。せーの。うん、一緒や。これは、最適。これいいじゃん。いいよ。いや、世代で言ったらそうやもんな。そうやね。いや、俺、しょでもサンドイッチマンと、うん。迷ってん。俺ね、中川家と迷ってん。ああ、中川家も俺迷った。うん。ちょっと俺が喋りすぎたか、これはでも。まあまあまあ、でも、まあまあまあ、でも当たるのはな。でも、俺、しょっぱなこれやったか、ずっと。ああ、そう。最初これやった、ずっと。うん。ああ、そう。そう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 。まあまあまあ、じゃあこれで、まあ1ポイントやな、とりあえず。せーの。いいんじゃないか、これ。うん。じゃあ次また1個。はい。7問あるんで。はい。主人公が女子のアニメ、漫画といえば。え？主人公が女子の漫画、アニメといえば。わかんねえ。なんだろう。いや、うん、ベタでいいやろ、これは俺。進行が、あ、え？主人公が女子のアニメある、アニメ、そんなアニメある？あるやろ、いくらでも。俺もでも、お前がこれ出てくると信じて、俺もう決め打ちでこれにするわ。俺、全く出てこないんだけど、やばい。主人公女子の、まあ別に合わせる、あ、まあまあでも、まあ、調べるのはあれか。うん。まあでも、分かれよ。いけるって。え？うん。ああ、いや、うん。いける？まあ、とりあえず。分かんねえ。とりあえず書いて。もうこれしかない。これしか出てこんかった。もう。ああ、まあまあ、そんなんでいいと思う、俺も。もう全く、基本的に男の主人公が多いイメージある。いや、俺もそうよ。だからこそよ。だからこれしか出てこなかった。オッケー。だからその問題にするにはこれかなっていう。うん、これや。あ、いくよ。はい。せーの。え？セラム。え、プリキュアでしょ。いやー、そっちかー。そっちかー。セーラム、俺世代ちゃうし。プリキュアだった。
って、いや俺も世代じゃないけど、プリキュアだってなんか幅広いやん。女の子やんけ。女の子やけど。なんかそれもう、遊戯王シリーズみたいな感じやん。いやあ、プリキュアなー、でもこれできいけたなー。俺は、あなたが悪い、これは。いや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 、ベタやん。いや、セーラームーンはあかんよ。世代じゃないからあかんよ、マジで。プリキュアの方が世代でしょうよ。これは、ダメよ。カードキャプター、さくらと迷ったよ、俺は。それ出てこなかったから、俺。それとプリキュアだろ。それやっててこへんかな。わ、そっか、それは、そっか。まあ、これ俺か。うん。俺か。ああ。あかんす。はい、あんです。次。はい、じゃ次。じゃあ、アナウンサーといえば一人。男性、女性一人ずつにしようか。あ、オッケー。アナウンサーといえば男性、女性一人一人ずつ。男の人かな、次。男女でいこう。うん。オッケー。あ、こうかな。俺もこうやな。あ、行きましょう。これはもうでもあんまり喋ることないわ。うん。これこれしかない。せーの。はあ？あ、そ、言った。あ、女子、女子も言わへんの。あ、いやいやいや、やからやって。男かなおったんやで。あ、じゃあ男と女一人ずつかなと思った。あ、そういうことね。あ、コメントあかんわ。結局あかんやん。あかんが。一回女子でじゃあ、カトパ以外に合わせてみようか。うん、カトパ以外ね。毎回出してみよう。うん。うん。ちょっと、安住と羽鳥の件は後で。うん。後で。ああ。これでも、知らんな。あ。オッケー、決まった、俺は。いや、そもそも俺、カトパン出てこなかったよな。マジで？カトパンいなかった。決まった。じゃあ行こう。はい。せーの。はい。はい。おー。オッケー。そらそうやんけ。まあ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 、これやな。うん。ああ。ちょっと、ハトリ安住で喧嘩する。安住さんでしょうよ。俺も浮かんだ。うん。ハトリさんよ、安住さんが良くない？好みな。好み、これはもう面白さの問題。ああ、好みな。まあ、俺、あんまり4ちゃん見えひんからさ。なんじゃん、TBS 見ろや。TBS あんまり見えひんのよ。なんでやねん。だから、ああ、俺なんかでも昔から羽鳥さんやねんな。もうずっと毎朝もう安住さんしか見てないわ。アナウンサーといえば、みたいな。安住さんも見てるわ、ずっと、最近。ああ、そう。まあまあ、わかるな、これは。うん、ああ。あ、じゃあ次。俺じゃあちょっと人数増えますよ。はい。戦国武将3人。あ、これ合わせた方がいいの？俺が。合わせに行った方がいいと思う。お互い。あの3人しかいねえんだわ。マジか、うん。戦国武将3人。ああ、でもなぁ、それしかないよね。君が言うんやったら。5人にしようか、じゃあ。あ、いいよ、5人ね。5人にしよう。いいよ、うん。多分3人はもう確定やと思うから。うん。5人一気にやるよ。はい、待ち待ちください。OK、いいよ。いやー、まあまあ、これは。もう、これ多分これ合うだろ。まず3人で行く？ 5 人で。5人も行った？うん。え、でもお前よう2人あと決めれたな、すぐ。え、この2人しかいなくない？だったら。有名っつったら。え？戦国武将って書いてある。そんなになんか、確信持っていかれへんわ。いっちゃん有名と思うわ。一番有名。うん、これ俺いけるよ。あ、ちょっと待って、じゃあ俺もこうしよう。そこでさ、マニアックなとことかさ、最近来てる人とか入れてもらったら困るんで俺、いやいや、それはそうよ。俺もマニアック。てかもう、なんやろ、
くくりにするならこれが分かりやすいかなっていう。うん、だからこれ、俺もこれ、そのくくり。くくりで言ったら、くくりで言ったらね。うん。うん、はい、じゃあ行きましょう。せーの。おお、だろうね。ああ。じゃあ俺、伊達政宗迷って。なんでやねんな。いや、結構戦国バサラとかさ、結構。真田幸村入れろや。え？真田幸村入れたれよ。いや、いや、だからそうやね。でも、うん、でも武田上杉かなっていう。ですよね。ですねっていう。うん、ああ、オッケー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 。え、でもこれ結構合ってるんくない？でも、あ、そうだね。二人の回答合ってるよ。2、3、7文字さん。うん。まあまあ、これ 0.5 ぐらいか。うん。ああ。まあまあまあ。じゃあ、第4問。はい。5問かな？あ、4問か。うん。うん、うん。グリーンの曲3曲。難しい。ああ、いける。グレーンの曲3曲。オッケー、いいよ。マジで、お前、早ない？さあ、どうしよう。合わせるのこれじゃねえと思って。合わせるならな。うん。でも、こうやと思うねん。俺はもう、お前信頼するわ。うん。あ、行くよ。はい。せーの。うん、おお。ああ、当たったな。だろうな。よう、はるかやらんかったな、お前。いや、迷った。はるか。いろいろ迷っても、グリーンは。俺、あいう、あいう歌とか迷ったもん。あいうえ音楽。うんうん。あいうえ音楽されてた俺、キレてたな。あいうえ音楽はキレてたわ、俺。あって打った瞬間、あいうえ音楽出てきて、見てきてびっくりしたもん、俺。あいうえ音楽はちょっとキレるな、俺、さすがに。キレてきたら、はるか。あと何やろ、奇跡、はるか、オレンジ。まあ、オレンジはあなたが好きなんか知ってるから、はい、あれですけど。あと、道とかね。道な。あとなんだっけ。あゆみとかね。あゆみ、懐かしいね。あー、うわ、その辺迷ったよ、結構。やっぱ、ああいう歌ですよ。ああいう歌だよな、でも。うん。うん、いや、でも、いや、でも、はるか、入ってきてもおかしいな。4個目多分はるかよ、4つやったら。そうね。4つやったらはるかやったよな、うん。これ5つ目やったら何やったやろな。ああいう音楽ですよ。お前、ああいう音楽やろ。お前、5つやったらああいう音楽入れてくれやろ。うん。そこの危険性あるよな。俺でも5つ目道とかにしてたな。ああ、でも3つも悪くない。ああ、うん。はいはいはい、じゃあ次ね。はい。ドラえもんの道具といえば5つ。うわ、5つか。うん。ちょっと難易度上げようぜ。ちょっとぬるいなって思われたら嫌やん。今これね、ここはぬるいから。ぬるい、ずっとぬるいかな。ぬるい。うん。そうね、ちょっと難易度上げようか。はい。でもなんと、ちょっと、ドラえもん道具。ちょっとぬるいんちゃうかな、ドラえもん道具も。5個でしょ、5個だったら。ここ。3つ確定だもんね。3つ ?3 つ確定じゃない？三つ確定、俺2つやわ。マジで？うん。え、三つ？うん。三つ？三つ確定だと思うで。そこの2つがちょっと俺はまだ分かってないけど。俺2つは確定やけど。うん。え、三つ？三つの確定やと思うわ。嘘やん。え、マジ？オッケー。よう使ってるイメージやろ。5個できたぜ俺。マジで。うん。うわ、あと1個か。大人じゃなくて殺し、一般的じゃない、この回答は。お前5つでようそんなすんなりいけたな。
いけるっしょ。えじゃあなんか俺いろんな雑念が入ってくんねんけど。4つあるんだ。あと1個。お前信じるわじゃあ。うん。いける、これはいける。ほんま ?3 つはいける。ほんま?じゃあ行きます。4つ目は分からんけど。はい、行きます。せーの。おおマジやったね。これが嬉しいな。いや見つかってこれ嬉しいな。いや俺タイムマシーンさ、うん、もうポケットから出さへんやん。ドラえもん出さへんね。あのドラえもんの道具感ないねんな、あんまり。移動しない。未来道具やから。あんなあの電車みたいなもんでさ、うん、あんまりドラえもんの所有物感ないねんな。俺スモールライトよう当たったな、二人して。多分一般的じゃない、スモールライトが。バイバイに出てきてたもん。俺独裁スイッチ出てきたから。独裁ちょっと喋ったもんな、独裁スイッチもな、このラジオで、うん、そうそう喋った喋ったもんな、うん、ああそう。いやこれ嬉しいな、当たるもんやね。いいね、いいね、いいね。これはちょっと嬉しいな。うん、じゃあ次、ジャンプ作品5作品。それたぶんでもぬるくないか。7にしようかじゃあ。うん。7当たる。だって。まあまあまあでも。王道作品はあるもん、あるもんね。じゃあ、50巻以下にしようか。え、10いこう。10作品で。10か、オッケー、いいよ。でも確定はしてるやつ何個かあるわけじゃない。何あるじゃん。あると思う。だからもういけるんよ、そのあたりは。まあ、前じゃあ行こうか。うん、まあさやな、確実なとこはな。うん。行きますわ。うん。いや、そうね。でもさ、そうね。でもジャンプ作品はちょくちょくね、喋ったりもしてるからな。うん。これ世代もあると思うの。でも、まあ、確定でしょ。確定はな。いや、ああ、そうね。5作品確定じゃね ?5 作品はな。まあまあまあ、わかるよ。言いたいことは。うん。その後の残り5作品だよね。うん、そうね。あ、でもそれむずいな。そう思ったらむずいな。その5作品なしでしょうか。もう多分、いや、一回合わせようぜ。でも10でいいや。うん。だから12したんやろ。うん、そうそうそう。うん、わかるわかる。言いたいことは。5作品でしょ、あと。な、なんだろう。今6か。うん、そっか、今6か、うん。あ、これで6か。え、なんやろ?なあ。1、2、3、4、5、6、7、8。まだ6なんだけど、俺。あーでもそっか、でもお前入れてこなさそうやなーとかあるわ。何やろう。いやでもでもこれ入れんかったらちょっと俺もう喧嘩やな。入れんかったら喧嘩やな。何やろう。ジャンプ作品やんね。ジャンプ作品。ジャンプ作品やから何でもええな、ジャンプ。ああ、何でもいいよ。あの、スクエアとかなし、ね、なしやな。まあまあ、そうやね。本誌やね。お前、青エク入れようとしたやろ。違うわ。ほんまえ、でもジャンプ作品からスクエアに行ったりとかどうな。いや、もうそこはでも、一回ジャンプ本誌載ってたらよくない。ああ。うん。うん、まあだから本誌に載ってた?載ってたでもいいのか。
あと1個か。7、まだ8、7なんだけど。あと3つなんだけど。何？これか。あ、じゃあ俺も揃ったわ。今待って。俺揃った。あと2つ。おお。怖いな。うわー、これ当たったら気持ちいいぞ。めちゃくちゃ難しいな、これ。なんやろ。だから、ベタプラスお互いの考えというか。うん。あ、でもそういうなったらお前これ入れてこうへんか。あ、でも、でも。でも、どうかな、あれってジャンプ作品で合ってるよな。ジャンプ作品やんの。うん、知りません。でも俺もう見てる人しか分からんやろけど、これをこいつが入れんかったら俺もう喧嘩やわ。あと1個もうこれしかない。 OK、 いいよ、いきます。せーの、のワンピリオスケットダンス。はぁ、お前こち亀入れろや。こち亀あったわ。こち亀やろ。でなんでお前鬼滅と呪術見逃せんねん。何が暗殺教室じゃ。ジャンプで見たことないんや。何が配給者。ジャンプで読んだことないんやって。呪術廻戦とか鬼滅とかあって俺って。いやいやいや、もうベタやん。これ世代ちゃうやん。ワンピースなるとブリーチレベルやん。違うやん、こんなん。ジューズとかって俺アニメやからな。いや。こんなのも全部俺漫画やから全部。いや、いや信じられへん。これは信じられへん。これは信じられへんわ、ちょっと。スケットダンスは絶対でしょうよ。いや。お前じゃあ、お前スケットダンスこの中で抜くとじゃないや。俺が入る余地あるの何？ヒロアカか？ヒロアカだろ。ヒロアカだろちゃうね。ヒロアカだろちゃうね。俺鬼滅入れるわけないやんけ。絶対俺悪ないこれ。鬼滅入れんよ。いや。青伏せで来いよ俺も。俺もだけどあれは。ちょっと。いやー。でも銀玉はそうやな。でも銀玉は俺が悪い気がするな。鬼滅の鍵銀玉入れろよ。ヒロアカ銀。いやー、鬼滅入れろや。鬼滅は俺読んだことないって言ってるやん。いやいや、見たことないって言ってるやん。いや正直その懸念はあったけど、でも入れるやろっていう。ジューズは確かにそうやけど、漫画読んでへんかったけどさ、でもアニメ好きやから、あっと思ったけど。別にテニプリはしっかり合うんかい。ほんでせやな。テニプリはしっかり合うんかい。まあ、トラブルはちょっと合わせに来てくれたらわかるわ。うん。いや、これテニプリトラブルでお互いのあれよ。はい。平行保ってるよ。そうだね。暗殺教室も最後俺出せたから。こち亀。絶対こち亀やろ。ニセ恋迷ったから俺。ニセ恋。ニセ恋な。迷った。一瞬迷った。ああ、なるほどね。最後に変えたから俺。そうな。ニセ恋やな、そっか。こち亀か。こっちは銀玉か。いや、まあ。どうな。難しい、これ。これ、むずいな。10むずいな。何個あったんや、結局。1、2、3、4、5、うん、6。6か。10分の6。でも、銀玉を入れるでしょう。いやー、うん。この中のラインナップは銀玉入れる。こち亀な銀玉でしょ。いやいや、暗殺教室まず抜け。それ思った。配給と暗殺教室抜け。いや、いいよ、いい作品よ、スケットダンスも好きやけど、うん。うん。10ってなったらやっぱり。俺、な、スケットダンスは、いや、もう確定やったよ。俺の中で。お前、銀玉とスケットダンスでちょっとなんかあれやねんな。お助け、うん漫画みたいなんで被っとるし。スケットダンサーもええやんか。でお前銀玉そんな見てへんやんけ。
でもジャンプ作品といえば銀魂でしょ。まあね、てか2人ともドラゴンボール入れへんっていうの。あ、ほんまや。ドラゴンボールやったり、なあ、そうな。ドラゴンボール入ってないね。うん。そうやね、ドラゴンボール入れてないな。あかん、あかん、一番あかんと思う、俺ら。一番あかんな。まあ、負け負け、これは。はい。はい。はい、じゃあ、以上ですね。7問。はい。いやー、これまたやろ、ちょっと。そうっすね。しっかり作って。はい。いやー、でも俺、うん。ちょっとぬるかったけど、はい、もうちょっとちゃんと問題作ってやる次。でお互いこれ合うやろみたいな、うん、5問ずつぐらいで10問でもいいし、はいはい、うん、まあこういう問題、うん、まあちょっとテスト何企画みたいな感じで、まあベタ、はい、ベタな企画ですけど、はい、はい、またはい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、カニカマとシャムシ。はい、エンディング。はい。いやあれですよ、うちらのラジオは銀、リボンと、うん、テニプリとトラブルで成り立ってるんですよ。いや、俺もそれよりドラゴンボール殿下って自分に腹立ってるもん、ちょっと。ちょっと、ちょっと、ちょっとな。ドラゴンボールだもん。ちょっと、確かにね。俺、ドラゴンボール入れんかね。初めて買った漫画よ。小学校の時。うん。次、リボンやわ。その、うん、で、まあまあとか、クロコとかさ。あ、クロコあったわ。うん、そう、ジャンプでもう揃えてる漫画で言ったら。うん。そうやねん。お前背景入れるんやったらクロコ入れるな。そうだね。うん。で、俺背景の前にさ、背景はマジで。背景の前にさ、アイシールド20に迷ったんよ。ああ。なるほど。アニメ見てたから。ああ。はい。なるほどね。アイシールドね。うん。スポーツ漫画5000とかやったら入ってくるかもな。ああ、なるほどね。うん。うん。あとデスノートな。あ、デスノート、デスノートでも入れたらちょっとカッコつけてるな。でも多分入れないだろうなっていうのあったから。そう、いや俺も、いや俺考えついてなかったけど、ちょっとデスノートで合わそうはカッコつけてない。まあまあまあ、カッコつけないか、なんかカッコつけというかさ、なんか鼻につく感じない。なんでやねんな。デスノートで合わせようとしてたら絶対合わせないだろ、デスノート入ってこねえだろ。入ってこい、いやいいけど、だから実写化成功した作品とか言ったら、ああ、あのちょっとジャンプ作品ないからな。うん、そうね。いやちょっと、はい、前半の重いエンジンと裏腹に意外にも嫌がったの。そうっすね。うん、あ、でも俺グリーン当たったのは割と嬉しかった。グリーンは嬉しかったな。で、まあ、M1 も、まあまあ、ちょっと、これは、審議やけど、まあまあ、でもね。これはまあまあまあ、あれね。いや、プリキュアセーラームーンは俺が悪いか。セーラームーンは勝ったな。で、ハトリ・アズミは絶対、まあ、これはもう五分五分でしょう。まあ、ジャンプ作品に関してはお互い悪い。そうっすね。ドラゴンボール入れてないんだから、本当に。うん、あかんかった。あかんな。はい。うん、てなわけで、まあまあ、次回もこんな感じでやっていきましょう。てなわけで、風花雪月とポケモンアルセウスよろしくお願いします。てなわけで、お相手は柏天と。サクでした。カーメーハーメーハー。どう？それで、なんかフラットになったりせえへん。ならん。今のはあかんと思うわ。残念です。はい、お疲れ様でした。